万博関連なんですけども、はい、補正予算でチケット販売の促進に向けてサポートデスクを設置するということだったんですが、こちらは橋場この事業を行う意義について。チケット販売に関してはより購入していただきやすいような取り組みっていうのが必要ということでですね、いろんな形でこのデスクの必要性等も議論されてきたところですが、ちょっとまだ正式に発表したわけではないので改めて整い次第しっかりご説明させていただきたいと思います。では運営費ではなく福祉が負担して行う理由というのは何かあるんですか？そのあたりも含めてまたご説明することになると思いますので、これまだ多分大阪府市からも正式に発表した内容ではないので改めてまたご説明したいと思います。重ねてになりますが、チケット販売に関してよりスムーズに購入いただきやすいような環境を整備していくというのを関係者と一緒に協議をしてきたところですので、はい、大阪府市としてもできることは本件に限らずやっていきますし、多くの人が買いやすい、利用しやすい、訪れやすい万博に向かうために大阪府市としてもできることは当然進めていくことになろうかと思います。はい。